私から始まっちゃっていいんですよね。今もう始まりました。あはい、皆さんこんにちは。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 下成さと子です。今日はなんか配信も同時にリアルタイムで行われてまして、あパチパチパチとかやってくださってる方とかもいらっしゃいますね。ありがとうございます。ということで今日日曜日6月の日曜日に皆さんお時間作って、来てくださって本当にありがとうございます。なんか6月っていうとこねやっぱ梅雨だなと思ってまずはこの曲から始めようかなって思ったんですね。でちょっと、東京は今日は暑いぐらいですけどもでも梅雨とか雨とかなんか雨が降るとあの時雨降ってたなとかそういうのちょっとね思い出すこともあるかなと思って、この歌からじゃあ雨から聴いてください。忘れたはずの思い出が心の扉を揺らす。あれはまだ二人が別れなど信じなかった頃、目の前にあるものはすべて美しく映っていた。あれから時は流れ、すべてを思い出に変えた。あなたの優しさも、あなたのぬくもり。
ありがとうございます。雨という曲でした。なんかね、雨かもっとなった時になんかちょっと会場のお客様がってこう喜んでくれたのがすごくね嬉しかったです。よかったです。ありがとうございます。今日はこちらのメンバーの皆さんとですね一緒に演奏させていただくんですけども、本当に皆さん温かくいつも、なんですかね、私がこうあんまり無理をしないでできるようにこう本当にサポートをしてくださっている愛深い方なんですけども、ちょっと先にね皆さんご紹介させてください。はい、まずバイオリンの武藤弘さんです。はい、武藤さんとはもう40年前に私がまだヤマハで現役やってた時にこうライブを一緒にやらせていただいたりして、また再会してね、ここのとこちょっと一緒にやらせていただいてます。ありがとうございます。それから、ドラムの、はい、金髪のかっこいいナイスガイナ清水純さんです。清水さんとはあれは30年ぐらい前なんですかね、25年30年ぐらい前の、いや30年もっと言ってるかもしれないですね。そうね、ですね、うん、かんちゃんっていうアーティストさんのコンサートツアーで私コーラスやった時にご一緒させてもらったご縁がね、初めてのなんか全国ツアー的な時だよね。そう、あゆは勝が生まれた直後で、売れた直後で、私もなんか覚えてますもん、新潟の会館の一番後ろのところまで、もう一番後ろの席の人も幸せいっぱいでこう手を上げてね、なんかこう歓喜してるっていう、はいはいはい、やっぱヒット曲のなんか喜びのエネルギーみたいなものがすごいなって思って、なるほどね、いい経験させてもらいました、うん。まあ、その時からのとても素敵な方でございます。清水純さんです、うん、よろしくお願いいたしますそれからベースの磯住千明さんです。はい、千秋さんとは去年の秋にここで清水さんでやってらっしゃる配信の番組のゲストで呼んでいただいたときに初めて出会いしていただきました。はい、ありがとうございます。本当に心強いこうサポート力でですねいつも支えてくださってまして、でコーラスとかもすぐできちゃったりしてすごいありがたいです。はい、ありがとうございます。そして私の陰に行くめぐり大輔さんです。ギターのめぐりさん見えますめぐりさんは今年ですかね。そうですね、今年出会わせていただいて一緒に演奏していただいたんですけど、もう本当に柔らかく柔らかい物腰でですね、本当に温かく全てを許容してくれるっていう懐の深いギターの演奏とハートを持ってらっしゃいます。はい、ということでこのですね何か後ろで起こってる、大丈夫、何年にも大丈夫ですよ、はい、でこの本当に温かい皆さんと一緒に演奏できる今日本当に嬉しいです。よろしくお願いします。よし、で皆さんどんな曲歌おうかなっていう時に大体こう佐渡子ちゃんが歌いたいのを歌えばいいんだよって言ってくださる声が多々あって、今回このライブでこの歌を歌いたいなって思って、それがカバーなんですけど、知ってる人は知ってる当たり前だけど、白いページの中にという、曲、あ、喜んでくださったありがとうございます。ヤマハでポップコーンというなんていうの、その
オーディションじゃないですよ、あれってなんてコンテストか、コンテストがあってその中で、まあ、本当に名曲と言われてずっと歌い継がれてる曲なんですけど、本当にいろんな、ね、アーティストさんがあのカバーされてね歌ってるんですけど、今回この曲私が選んでリハーサルやったらあまり皆さんは初めてだっていう話で、これはこの名曲を歌い継がんで継がなきゃいかんと、なんか妙にあの使命感に燃えている私ですねえ、やっぱりあのいい曲はね、ちょっと失礼してちょっとお水飲みます。いい曲はねちょっとなんかみんなでつないでいきたいですよね。ちなみにこれ曲って知らない方ってやっぱいらっしゃるんですかね。伸びしろありますねじゃあ白いページの中に、いつの間にか私は愛の行方さえも見失っていたことに気づきもしないで、振り向けば安らぎがあって見守る瞳があったことをさよならの時の中でやっと気づくなんて、振る舞いで
ありがとうございます、これでもあのコッキーポップの時に流れてた曲でしょ、はい、そうなんですよ、ね、コッキーポップの、ね、テーマソングにもなってて、ね、78年の曲ですよ ね、 ですそうですそうです、そうです、うんね、同期というか同じあの同じ回でした、ね、第15回で78年ってね結構すごい年なんだよね、どんなだって矢上美子さんとかほら長渕剛さんとか向こうでは向こうって言い方変だよねイーストウエストっていうのがあってそれでは78年ってサザンオールスターズとか当時のシャネルズとかもうね78年すごいんですよ今思うとね今思うとねあこんな年だったんだみたいなそうなんですねその中でもねコッキーポップって流れるような曲ですからねいい曲ですよねいい曲なんですよなんかねもう本当になんだろうこの年になってくるとこの年になってくるとの前振りでねくすって笑いが出ちゃいますけどねふっとねなんかこう何十年も前のワンシーンとかね思い出して。